はい。今日私この後抗がん除去の手術に行ってきます。ホルモン治療を始めて半年以上経って、今でも本当にこれでいいのかなって正直悩んじゃう。でもこれでいいんだよね。これからクリニック行ってきます。 Wish me luck。 無事に手術が終わりました。お家帰ります。今はですね、まあ、まだ麻酔が効いてるっていうこともあって、まあ、患部の痛みがどうっていうよりかは多分麻酔が効きすぎたんだと思うんだけど、ちょっと気持ち悪い、もうちょっと気持ち悪くなっちゃったら吐きそうなぐらい。手術台で執刀医の方を待っている時、いろんな過去のこと、子供の頃のこととか、いろいろからかわれてきたなとか、なんかいろんなこと思い出しちゃって泣けてきて、うまく言えないんですけど、なんで健康な体にこんなことしなきゃいけないんだろうなとか、なんかちょっといろいろ込み上げてくるものがあったかなっていう。ただいまーということで、ちょっと立ってのしんどいから座った状態で申し訳ないんですけど、無事に手術が終わりました。これからダウンタイムなんですが、これでようやくちょっとでも女の子っぽくなれたかなって思うと、一旦ちょっと一安心してる感じですかね。はい。うん。怖かった。本当に怖かった。でも、あ、やばい、涙出そう。でも、嬉しい。すごい嬉しいです。まだまだ道は長いけど、これからも頑張ります。すごい嬉しい。涙出る。メイク崩れるやん。いい加減にして。